ベリーズが先にまあデビューして、ベリーズをこの急騰でなんか追いつきたいし追い越したいしみたいな気持ちがありましたね。だから本当に急騰ができるってなった時は、なんか今まで味わったことない悔しさからの嬉しさみたいなのがあって、よりこう頑張ろうって思いましたね。今だから話せますけど、私たちだけじゃダメなんだっていう確かないた気がします。今こういう状況だったら多分うわって思いますね。不思議なくらい涙が止まんなかったですね。まあ嫌だとはちょっと思いました、最初素直に。多分嘘だろって思ったと思います、周りは。マジかって思いましたね。私すっごいメグにお世話になってて、うるさいとか、ちゃんとちょっとなんでダンス覚えてこないのとか言って怒ってたのがメグだったから、だからちょっと楽できるって思った自分もいたけど、後々なんかもう寂しくなってきましたね。あ、褒めてくれる人もいなくなっちゃったと思って。いや、すごい覚えてるのが、そのメグが抜けてからナッキーがすごい変わったんですよ。何したっけな。だけど真面目に頑張んないとって思いました。私ここで思いました。トトトンって言った感じ自分でもしました。なんか、はい、コンサートありますとか。嬉しかったです。なんかでもこうショーだから、それこそその結果が残ることだから、すごい嬉しかったですね。やっぱ思いましたよね、あの時は。あ、私たちちょっと波乗れてるかもしれないと思って頑張ろうってすごい思うこともありましたけど、でも現実はそう甘くないから、なんか本当に難しい世界だなってすごい思いましたね。それまで8人いたのが5人になっちゃって、大丈夫なのかなってすごい不安でしたね。ここまでいなくなっちゃったらもう最初からリセットしたいよねって。なんせもう2人はムードメーカーだったんで、 MC とか2人が盛り上げてくれてたから、急騰やめて後悔してほしいから頑張りたいっていう気持ちもよくキュートメンバーで話しますね。自分が今までキュートにとってプラスのことを残せたのが初めてだったかもしれないって思えたのが踊ってみたでしたね。本当キュートがいなかったら、多分本当になんかもう閉じこもってたなって思いますね。先的にはなんかもう何でも話せて、一番に相談乗ってくれて、一番に自分の変化に気づいてくれるような、そんな存在でいてほしいなと思ってるし、いてくれてるので、はい、嬉しいですね。なんだろう、5人になってからの方がそれぞれのこう自分の役割っていうのを、なんだろう、人数が少ない分それぞれみんな意識してやってるような感じはすごいしますね。そういうのは私がこうなりたかったキュートっていうか、思い描いてたキュートになってるなって思います。本当に5人になったばっかの時とかは、ダンスの先生とかに鈴木がダメだから全部ダメに見えるとか言われたことあって、もういますね。なんか